演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、ベニジのブルガリアヨーグルト脂肪ゼロ水&フルーツミックスを食べたいと思います。今までベリーとか白桃とか言われましたけど、今回は柚子なんですね。ちょっと柚子ヨーグルトって聞く気はしますけど、あんまり食べるチャンスないような気がします。なのでどんな感じになっているんでしょうか。それでは、はい、まずは開けて、プルプルなのかそれとも固めなのか。今までのフルーツミックスの色のプルプルが多かったのですが、これはどうなのかな。あ、これもプルプルですね。ではいただきます。なんか物足りない気がするな。もう一押し欲しいと思えてしまうのが残念ですね。これ香りは確かにほのかに感じるのですが、そこまで口の中に強烈に来るわけではないですね。ただ逆に言うとちょっと物足りなさもあるといった感じです。なので柚子を求めてしまうとちょっと弱いかなと思ってしまいますね。フルーツミックスの方は明らかに食感の方で出してますが、それよりも柚子一色の方が良かったかもしれません。自分もちょっと柚子が本当になんかさっぱりしきれなかったなという部分がありましたので、こちらの点数とさせていただきます。あと見えてはい、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっと柚子が欲しかったな。それカタツムリ骨に乗るなに行く先の、いや行く先に骨が転がってるって怖いよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。